ED301、ED300 ED 型は、戸和田観光電鉄に在籍する直流用電気機関車である。ED301 の一両のみが存在する。1951年、戸和田鉄道線が 762mm から 1067mm に改め機されるのと同時に、直流 1500V により電化された際に、車両機械へのため日立製作所、 カサト工場で新造された、突計電気機関車である。形式番号の30は、運転整備重量が30トンであることに由来し、同軸数4の電気機関車の1号機であることから、ED301 と名付けられたものである。同時期に、戸和田鉄道が購入した、同社製の電車も、波2400系、区波2400型と、モーターやブレーキの部品が共通で、 尾頭脇には区派2400系県人用のジャンパー線を設置している。これはメンテナンスの効率化、軽減化のためという。当初は貨物列車以外に混合列車に運用されていたが、モハ3400系の登場後は貨物専用となり、ED400 系の収益後は予備機となった。台車が板台枠のため走行時の動揺が激しいことから、車内規定により、 最高速度は時速 50km に制限されている。1986年の十和田観光電鉄の貨物、輸送廃止後は除雪、工事用として運用されている。戦時中に東北地方運輸局が出した通達に基づく形式番号付与法である。客車の代わりに区派2400型を使用していた。イベント時や撮影用としての運行をすることもある。 ありがとうございます。